お世話になっております。相変わらずの一人でございます。バットポケットモンスター外の続きやっていきたいと思います。今回はですね、夢特性のバチウニを捕まえていきたいと思います。こいつの夢特性何かと言いますと、エレキメーカーでございまして、戦闘に出た時場をエレキフィールド状態にするって感じですね。そういう特性なんですが、今回は捕まえていきたいと思います。ということで、結構場所はね、いろんなところで出まして、例えば巨人の鏡池とか激流の湖とかエンジンリバーサイドとかでですね、で出るっていう感じですね。まあ、今回はその中でも激流の湖を選出して、ご紹介したいと思います。理由は何かと言いますと、激流の湖だけではですね、どうやらですね、赤と紫の柱両方で出現するということなので、今回はそちらをご紹介したいと思います。ただこれはまあ攻略サイトでの情報ですので、私が全て隅から隅まで検証したわけではないので、そこはあらかじめご了承くださいって感じですね。まあ、とりあえず今回激流の湖でゲットしていきたいと思います。行き方はですね、ナックルシティからですね、右側に行きます。右側に行ってですね、しばらく右に行きますと激流の湖あると思うんですが、もう何回も行ってる人いると思います。結構ね、有名なところですからね、いろんな珍しいポケモンがいて有名なところだと思いますから、とりあえず激流の湖まで行きまして、そこで、激流の湖着きましたら、こっちの右側ですね、右側のちっちゃいところですね、ちっちゃいところに行きまして、ここにある巣ですね、ここに、どうやらですね、バチウニが出るということなんで捕まえていきたいと思います。ここではですね、唯一赤と紫で出現するということなんで、比較的ゲットしやすいんじゃないかなと思っております。ですので、特にね、裏技を使わない方法、つまり願いの塊を投げ続けてやる方法でしたら、よりですね、ここの場所は最適なんじゃないかなと思います。ですが今回はですね、裏技を使ってやる方法をご紹介していきたいと思います。つまり、紫の柱をね、まず出してやる方法ですね。それをご紹介していきます。どうやってやるかと言いますと、まずはここでですね、設定からですね、話の速さを遅いに設定しといてください。で、この設定完了しましたら、次はレポートを書いておきます。まずはレポートを書きまして、そして次どうするかと言いますと、ここでですね、願いの塊を投げ込んでいきます。まずはこの200バット取ってからですね、願いの塊を投げていきまして、投げ込むで、はいを押して、レポートに記録しますかね、ここで、はいを押してから柱が発生するんですが、その時にですね、柱の色を確認してすぐにホームボタンを押しましょう。柱の色を確認してすぐにホームボタンですね。今赤色でしたので、これでも一応ね、先ほども言いましたが、夢特性のやつ出るんですが、紫色の出した方がね、高校隊長のもの出ますので、紫色の出したいんで、まあ、とりあえず今回は、一回、とりあえずリセットしていきます。それではリセットしていきましょう。で、リセットしましたらどうするかと言いますと、願いの塊をまたね、投げていきます。投げ込んでいって、またですね、レポートに記録しますかで、はい押して、柱の色を確認してすぐにホームボタンですね。柱の色を確認してすぐにホームボタンをですね。今赤色でしたので、これを紫が出るまでね、ひたすらこの作業を繰り返していきます。それではやっていきましょう。はい、それでね、紫色の柱出ました。4、5回やればね、だいたい出ますね。それで、紫色の柱出ましたら、まずは中身を確認していきます。それでこれバチウニではないですので、もう一つの裏技を使っていきます。どういう裏技かと言いますと、まずみんなで挑戦を押しまして、そこからですね、ホームボタンを押します。ホームボタンを押して、そこから設定で、本体から日付と時刻で日付を1日進めていきます。そうすることでどうなるかと言いますと、やめろを押していきます。やめろを押すと、ここでですね、ワットが、戻っておりまして、かつですね、中身を見てみますとどうなるかって言いますと、ポケモンが変わっております。ですので、これを何回もやってですね、またみんなで挑戦をして、この画面になったらホームボタンを押して、それですね、設定からですね、日付と時刻をまた変更して1日進めまして、それでまた戻ってっていうことを繰り返してですね、またやめろをしてっていうことをひたすらに繰り返してですね、バチウニが出るまでひたすらこれをやっていきます。まあ結構長くなる可能性もありますが、またみんなで挑戦っていう感じで、これをね、ひたすら繰り返してバチウニが出るまでね、やっていきましょう。はい、ようやくバチウニ来ましたね。結構何回かやらないと来ないんで、結構こいつの出現率は低そうです。まあとりあえず来ましたんで、まずやることはですね、一回やめるをしまして、戻ってからレポート書きましょう。一回必ずここでレポート書きましょう。なぜやるかと言いますと、例えばですね、ここで、バチウニと戦って、そいつが夢特性じゃなかったらどうするかと言いますと、もちろんリセットしますよね。リセットしたらどうなるかと言いますと、先ほどレポート書いたところに戻るわけでございます。そしたらですね、ここからまた再開した時に全く同じ個体が出現します。リセットしても全く同じ個体が出現するので、もしね、夢特性じゃなくてリセットしたら、必ず別の個体に変えることをお忘れずやってください。そうしないとですね、
また同じ答えで戦ってしまうことになってしまうので、またこのみんなで挑戦からですね、ホームボタンを押して、またこの設定で日付を変更してですね、それでやめるを押して、またですね別のバチューンを出さないと別の答えで戦えないので、そこだけは必ずご注意ください。でですね、もしレポートしてなかったらどうなるかと言いますと、一番最初に出てきた、電気のポケモンから、電気だったか分かんないですけど、そのポケモンからですねまた答え変更をしてですね、同じ数だけ答え変更して、まずこいつ出さなくていけなくて、でこいつを出したらまた同じ答えですから、もう一つ別のバチューンを出すまで変更しないといけないわけでございます。もしレポートを書いてたらどうなるかと言いますと、こいつの手前でレポートが書かれてるわけですから、もしリセットした場合、こいつの次のバチウニを出すだけで済むわけでございます。ですのでレポートすれば要は、手間が省けるっていう感じですね。なのでいいわけでございます。まあそんな感じで、必ずレポートを書きましょう。それでまあとりあえずね、今回はバチウニと戦っていきたいと思います。で、こいつの特性はですね、エレキメーカーですので出た瞬間に分かりますので、今回ですね、いつも別の夢特性の動画見ていただいている方いると思うんですが、そこではねサーナイト使ってるんですが、今回いきなり無限ダイナを使っていきます。もしエレキメーカー出なかったら、もうその時点でね夢特性じゃないので、リセットするっていう感じになります。ですのでこいつは割と厳選化しやすいんじゃないかなと思っております。とりあえず対戦していきましょう。ここでエレキメーカー出なかったらもうリセットします。来るかな、来い、来てくれ、一発で来てくれたら嬉しい、嬉しい、ワクワクだね、ワクワクくん。あー無理かな、来てないかな、これもうこの時点で多分無理っぽい気がします。あ、無理ですね。ですからこれエレキメーカーじゃないですから、戦闘に出た瞬間に発生しますから、もし発生しなかったらその時点でエレキメーカーではないのでリセットしていきます。はい、でリセットしましたら、先ほども言った通り全く同じ個体が出現しますので、必ずここでですねリセットしたら、みんなで挑戦をやってですね、また別の個体に変えていくことはお忘れなくやりましょう。これで設定です。また日付と変更からですね、日付と時刻から、日付と変更じゃない、日付と時刻から1日進めてですね、それまたやめるを押してっていう感じでひたすらこれをやってきまして、また新たなバチウニを出していきます。まあこれをひたすらやっていきましょう。はい、ということでバチウニ出てきました。やはり結構出現率的にはめちゃめちゃ低そうですね。まあ、とりあえず出てきたんで、一回ここでね、レポートを書いていきます。これは先ほども言った通りですね、また別の個体に変更しやすくするために、ここでレポートを書いておきます。それではね、またね、引き続き、やっていきたいと思います。無限ダイナで、またね、挑戦していきたいと思います。それでは、行きましょう。GO!お、来ました、来ました、来ました。バチウニのエレキメーカー来ましたね。オッケーオッケーオッケー。こんな感じでエレキメーカーは明らかに分かりますので、こいつが来たらね、普通に、このまま倒していきたいと思います。こういう感じでエレキメーカー発生しなかったらもうその時点で夢特性ではないので、完全にリセットして大丈夫ですね。まあ今回はサーナイト使わないでね、普通に分かるんで、結構いい相手なんじゃないかなと思います。いつもね、サーナイト使って相手の特性判断してるんですが、バチウニの場合は必要ないっていう感じですね。まあ、とりあえず倒していきましょう。はい、オッケー、倒せましたね。オッケー、ダイマックス砲でとどめさせていただきましたって感じですね。オッケー、普通に3体目で出てきたんで、なかなかね、頻度としてはまあ悪くないぐらいな感じなんじゃないでしょうか。まあ、バチウニのね、そもそも出現頻度が若干低いので、そこは注意したいところですね。あんまり出てこなかったですね。ただドラパルトとか私やったことあるんですが、それよりは全然出てくるので、めちゃめちゃ低いってわけじゃないですけど、それなりに低いぐらいの低さなんで、まあ、そこは注意したいですけど、まあ、ゲットできなくはないですよね、全然。しかもこいつはですねエレキメーカーなんで、すぐにね特性わかるんで、そういう点においてもね、ゲットしやすいんじゃないかなと思います。ゲットしましたね。オッケーオッケー、とりあえずゲットさせていただきましたって感じですね。はい、ということで見ていきましょう。 4V ですね。 HP と攻撃が低いということで、まあまあいいでしょう。それはあんま関係ないですからね。とりあえず、ゲットしまして、電気タイプということでエレキメーカー、登場した時にエレキフィールドを張り巡らせるということでね、まあなかなかいいんじゃないですか。これは使いようによってですけどね、もちろんこの特性はねなかなか癖のあるもんですので、まあその戦術とか戦略によってね、使うっていう感じですから、まあとりあえずゲットしました。技はですね、バブル光線、水鉄砲、スパーク、ビリビリ、チクチクっていう感じでね、悪くない技ですね。
で、いじっぱりな性格でいたずらが好きということで、かわいいですね。まあ、こいつにいたずらされたらちょっとチクッとして、バチンどころじゃなくてもう痛いんですけどね。まあ、そんな感じで嫌なんですけど、まあ、とりあえずそんな適当なことを言わさせていただきましたが、今回はね、こんな感じでゲットさせていただきましたって感じですね。今回のやつのポイントとしましては、ゲットのポイントとしましては、まずですね、エレキメーカーなんで、登場した時にすぐにね、特性判断できますので、もしエレキメーカーじゃなかったら、発生しなかったらその時点でもう夢特性じゃないので、ゲットしない方が、ゲットしないでね、リセットした方がいいんじゃないかなと私は思っております。それで効率が圧倒的に良くなりますのでおすすめでございます。で、あともう一つね、重大な注意点があるんですが、これはですね、リセットした時に必ずですね、個体を変えるようお願いいたします。これをやんないと、また同じポケモンと戦ってしまうことになりますので、そこだけはご注意ください。圧倒的に時間を無駄にしてしまいますので、必ずリセットしたら個体を変えることを徹底してくださいということで、その2点さえね、気をつければ普通にゲットできるんじゃないかなと思っております。それではね、これにて終了させていただきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではバイビー。Just...